ペンス米副大統領は12日、米政府が前日に発表した欧州から米国への渡航を30日間停止する措置について、新型コロナウイルスの感染拡大地は中国から欧州にシフトしたと説明した。トランプ大統領は11日、新型ウイルスの感染拡大を阻止するため、13日から欧州から米国への渡航を30日間停止すると発表した。ペンス米副大統領はテレビのインタビューに対し、米国内で新型ウイルスの感染者は今後大幅に増加する恐れがあり、欧州からの渡航の停止は国内の感染件数が増加する中、トランプ政権が取っている総決の一つに過ぎないと述べた。このほか、全国で新型ウイルスの検査を拡大する方針を表明した。